今日はこのバラの花を描いてみたいと思います。花はあんまり得意ではないんですけど、まず薄く、描いて白を残していく。白い花を散りばめます。花の周りを薄いグリーンで埋めて、全体の構図を確かめながら、できます。下塗り段階ですね。こちら今開けてるんですけど、こちらここは港の見える丘公園の写真なんですけど、こちらに、ここら辺に実際幼なみ児童館があるんで、ちょっとまあその写真がないので、まあ覚えてるんで書いてしまいますけど、おそらくここら辺に。道がありまして、ここも、バラの花壇みたいなの、なんて言いますか、トンネル、バラの花の、棚でしょうね。で、幼なじみ児童館が見えて、そうですね、ここら辺にちょっと左に、もっと本当は右なんですけど、左に寄せて、少しここら辺にこういう丸いのがありまして、でこうなって、ここに三角屋根が2つ、こうこちらとこちらこうあるんですけど、こっちはいいな。でちょっと斜めになって、こうなってますね。省略でいきましょう。で、こちらにこう木が、あるんですけどね。こう
ちの木あって、こっちにこう木があります。これ先に枝をちょっと手前の枝を描いちゃいます。春らしくレモンイエローで下塗り少し塗っておきます、ここら辺はちょっと白い花を埋めないように気をつけないといけないんで、ちょっと控えめに。なかなかね、これ白を残すの難しいんですよ、苦手なんですよ、大変なんですよ。ここで木の描き方をちょっとお見せしますね。まず木の手前の 葉をちょっと描き入れます、こっちもこれ大雑把にこの枝ぶりの先に葉っぱがついているという意識で適当にこうやってやりますね、はい、そしたら
ここで幹と枝を書き込みます。プルシャンとセピア。さて、ここら辺からこう木が出て、こうこっちへこう行くということなんで、こっちから行きましょうか。この辺からこう行きました。あまりまっすぐやるとあまりリアリティなくなって、少しこうデコボコさせたりして、でここは手前からこう生えてるんで、手前からこう枝分かれしてるということですから、こんな感じ でこれもそうですね、これもこう入れておきましょうか。こういうこの葉っぱを避けながら、まあこんな感じ、あんまり綺麗に、あんまり綺麗に描きすぎてるんだこれ、うん、ちょっとこうデコボコさせたいですね。少し、でここら辺からはこう分かれてると。木の暗い部分を少し、強調します。こう下の方ですね、葉っぱの、だいたい木を描くときは明るい葉っぱのとこ、中間のとこ、かなり暗いとこを、まあ、大雑把に分けて、3つぐらいに分けて描きます。あんまり描きすぎてもいけない。難しい。ね。適当なとこでやめないといけない。空と、影をつけます。少しザザッとやりましょうか。ざっくりざっくりいきましょう。さあ今度影ですね。クリムソンプルシャンブル、ちょっとクリムソンプルシャンブル、ちょっと赤を、どの辺か、この辺からいきましょう。ここは影がこう入ってる。やっとここまで、持ってきました。どうも花は難しくて
大変なんですけど、もういつまでもキリがなくなっちゃうんで、この辺で、やめたいと思います。これで完成とします。